掃除。掃除って、あの、せや、わしがあの一番隊隊長沖田総司や。聞いてた噂と随分違うんだな。あ？その面のどこが美少年だ。ほう、今度の新入りは目が悪いの。試験はもっと厳しくせなあかんで。そないなことしてたら全員死んでしまうやろ。これは入隊試験なんや。実力が分かればそれでいい。そうかいな。ほんまの実力ってのはもっと追い込んでから分かるもんちゃうか。それをやった結果がその血の羽織やろ。俺には人を斬る趣味はない。何をアホなこと抜かしとんのや。刀は人を斬るためにあるもんや。人が斬り通って斬り通ってしゃあない。それが剣士の本音なんちゃうか。俺は近藤局長の理想を実現したいだけ。そっか。せやけどこないな上物、わしやったら絶対もっと追い詰めるんやけどな。ほう、やるやないか。何をやっとるんや。もう試験は終わったんやぞ。ええやないか。ちょっとや、ちょっと。兄ちゃん、わしの離心流は一味ちゃうで。そうか、ぜひ味わってみたいもんだな。あかん、やめろ掃除。わしの勝ちやな。ふう、引き分け。あ？な。ノエ、納得いったか、掃除。何も言いや、こいつ。そこまで。